ラッキーハッピー ATH、 こんにちは、仮想通貨女子のゆなゆなです。今回は世界初、仮想じゃなくなった仮想通貨エルサルバドルのニュースについてまとめていきたいと思います。世界で初めて仮想通貨が法定通貨として認められました。それじゃあやっていきましょう。はい、こちらのニュースをご覧ください。世界初、エルサルバドル、ビットコインを法定通貨とする法案を可決ということで、こちらのニュースはですね、6月9日に発表されています。エルサルバドルのナシブ・ブケレ大統領が提案していたビットコインを法定通貨として採用する世界初の法案が可決したんですね。これが62票を獲得してビットコイン法案が承認された。我が国は世界で初めてビットコインを法定通貨として採用した国になったって、報告してます。これ6月9日、その日すごくニュースになって、昔からやってる人からしたら仮想通貨が仮想のものじゃなくなった、国にやっと認められたってことで、このねツイッター見ていただいたら分かるんですけど、もうすごい盛り上がりだったんですね。ビットコインが法定通貨になったってことで、どういうことが起きるかっていうと、まあ、国の通貨、法定通貨になったってことで、国がビットコインを買っていくよねっていうことで、ビットコインはもっと上がっていくんじゃないかなと予測されます。で、法案が可決されたってことで、まだね正式にどうなるかっていうのが見えてなかったんですね。6月9日に公開された法案の内容では、この法律の目的はビットコインを法定通貨として規制するためのものである。ビットコインと米ドルの為替レートは市場によって自由に設定される。ビットコイン単価で全ての商品の価格表示が可能となる。ビットコイン払いで全ての納税が可能となる。すごい、ビットコイン取引は譲渡所得課税の対象外となる。ビットコインの参考価格は米ドル建てで行う。全ての経済主体は商品サービスの購入者がビットコイン決済を希望する場合にはビットコインを受け入れなければならない。政府はユーザーがビットコイン取引を行えるようにするとともに、必要に応じてビットコインをドルへと自動かつ瞬時に交換できるようにする為替手段を提供する。国は国民がビットコイン取引を行えるようにするための必要なトレーニングとメカニズムを提供する。ということで、エルサルバドルはビットコインを即座に米ドルへと換金できるようにするために、エルサルバドル開発銀行を投資信託で設立するって言ってます。すごいね。しかも投資信託では 1.5 億ドルを用いてビットコインが購入される。これが6月9日のニュースでした。で、今日発表されたんですけど、エルサルバドルのビットコイン法9月7日に施行ということで、6月24日にビットコインの法定通貨化に関する演説をエルサルバドルのナシブ・ブケレ大統領が行っていたそうなんですけど、9月9日にこれが施行されますということで、正式に決まりました。セプテンバーです。おー。で、ビットコインの保有は2位ということで、全国の店舗でドルまたはビットコインで支払うことができ、どちらの通貨で支払うかは私たちが決められるよって言ってます。まあどっちでも使えるよってことですね。エルサルバドルって確か7割の人口が銀行を持ってないってことで、ビットコインで払う人が多いんじゃないかなって私は思います。このニュースですごいいいなって思ったのが、仮想通貨ウォレットチボっていうのかな、の無償提供ってことで、9月からエルサルバドルの国民に対して仮想通貨ウォレットチボを無償提供するって言ってるんですね。で、これどういうものかっていうと、ウォレットアプリなんですけど、 QR コードにある送受金、ビットコインから USD の交換、手数料無料のビットコイン購入ができるとか、機能がいろいろあるんですけど、このですねチボをダウンロードすると、なんとビットコインがもらえるんです。30ドル。でもよくない？ビットコインもらえるよ。30ドル、羨ましい。しかも無料でもらえます、ダウンロードするだけで。いやね、今からエルサルバドルの国民になりましょう。9月に開封されるようです。
で人口が約450万人なのでビットコインユーザーが 2.5% 増えるっておっしゃってます。ビットコインの法定通貨化が着々と進んでますね。であともう一つニュースあります。エルサルバドルに1500台のビットコイン ATM が導入されるようです。はい、まだ企画段階ではあるんですけど、ビットコインを法定通貨として認める法案を可決したエルサルバドルでビットコイン ATM を大規模展開する計画を発表しました。ということでこのツイッターですね、6月17日時点のツイート、エルサルバドルのナシブ・ブケラ大統領に対してビットコイン ATM は1000台で十分ですかと問いかけていましたが、このツイートに対してブケラ大統領は1000台 ?1500 台はどうでしょうか返答しているようです。なんかこういうのツイッターで見れちゃうのもなんか楽しいですね。はい、で最初は段階的にビットコイン ATM の導入を進めていくという予定なので、数台から始まって数十台数百台って移行していくんでしょうね。あ、なんかこれかな、ビットコイン ATM。 普通に ATM 使うみたいな感じだね。どうしていくんだろう、これは何の番号だろうな。まあでも暗証番号入れて、でどうすんのどうすんの。顔認証かな、開かないぞね。はいはいはい、なんかまたパスワード入れてるけど、どうなるんだこれで。あ、ビットコインだ。おお、選択してる。で、あ、 QR コードを選択して、これさっき言ったアプリなのかな。あ、読み込ませて、そんでそんで、あ、お、ビットコインって書いてある書いてある書いてある。あ、ないない、これお金入れてビットコインにしてんの。あ、そういうこと。はい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 、なので現金を今ビットコインにしてるんだ ATM で。え、そうだよね。なったのかな、なったのかな。お姉さん、なんか領収書みたいなのもらってますね。え、終わり終わりでも多分なったっぽい、お金入れてたもんね。はー、え、これ導入されたらほんと便利。いいのいいな、日本も早く欲しいです。最初はカフェココアっていうコーヒーショップにビットコイン ATM を設置するようなので、まあ、今後ねこの ATM がどうやって使われていくか注目ですね。すごいですね、エルサルバドル。このエルサルバドルが世界で初めてのビットコイン仮想通貨を法定通貨にするっていうことで、他の国のモデルになると思うんですね。だから今後もエルサルバドルの動きは注目していきたいと思います。また何か新しい情報出たら動画にしていきたいと思うので、楽しみにしていてください。というわけで今回の動画は以上です。少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひ SNS のフォローもよろしくお願いします。それじゃあまた次回お会いしましょう。みんなで一緒に Go to Moon! バイバーイ。